はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、前回ちょっといきなりつらおくんから追いかけられるところからなんですが、まあ、前回セーブを全くせずに、まあ、クリアするとっていう動画を、出したと思うんですよ。で、結果的にまあセーブしてもしなくても結果的にね、残念なことに変わらなかったんですが、今回はですね、このつらおくんのその最後の鍵っていうか、そのお父さんの秘密の部屋だったっけな、その秘密の部屋にツラオくんを一緒に連れて行けるのかどうかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。まあ、どういうことかと言いますと、ですね、ちょっと説明しますね。こちらでまず電話します。そしてまあ、お姉ちゃんを連れてくんですよ。で、お姉ちゃんを連れて行って、で、お父さんの鍵をゲットするんですよね。下に戻って、そこで、鍵を持った状態でですよ。ちょっと待ってくださいね。持った状態で、この地下に行くと、今これまだ出てこないんですけど、鍵を持った状態で、ここまで行くと、ツラオが出てくるんですよね。で、本来、この鍵を持ってる状態で、これを開けると、中に入れるんですよ。だから、ツラオにこうやってガッて追いかけられて、それで、本来だとね、結構こっからこう逃げてたんですけど、じゃなくてこの柱を利用して、戻ってこのままツラオを連れた状態であの部屋に入れるのか、入ったとしてツラオはついてくるのか、それをちょっとやってみたいので、やってみたいと思います。はい、やってみたいのでやってみたいと思います。はい。ちょっとね、撮影の後ね、あ、これどうなるんだろうってちょっと思いまして、ちょっと気になったんですよね。で、今回もちょっと、まあ、ノーセーブでやってみようか。セーブなしでちょっと行きましょうか。ちょっと、この作業ね、ちょっと毎回やって申し訳ないんですが、じゃあ行きましょう。じゃあちょっと待っててください。よし、じゃあとりあえず、ニゴイも仲間にしてあるので、行きましょうか。さあ行くぞ。こっからですよ。ここで、ツラオが出てくるので、ツラオが出てきたら、行くぞ。はい、よし、さあ来い。で、柱を、利用して、間違えました。よし、戻ってきました。ごめんなさい、もう企画関係ないので、ちょっと直前でセーブしちゃいました。お許しください。もう多分企画は関係ないからいいよね。ということで、こういってここで戻ります。そして戻って、まだついてくるね。これでどうだ。さあ、果たして開けれるね。いったけどどうなる。来ない。あ、ツラオが来ない。おー一応入っては来れなくなったんだね。なるほどなるほど。これ戻った後なんかなってたりしないよね。お父さんの秘密の部屋を発見してからツラオがいきなり出てくるみたいな、ないかな。はい、今回はですね、まあ結局ツラオ連れて行ったんですけど、まあなんだろう、消えちゃうっていう感じですかね。まあちょっと予想してたんですけど、でもね、前なんか別の部屋行ってもいきなりなんかそのだなんかの鬼かな、男か、男シリーズのやつで部屋になんか鍵で入っても出てきた気がするので、それがツラオにも出るかなって思ったんですけどね、ちょっとダメでした、残念ながら。だ、それだったらツラオを石でぶつけたら倒せないかなとか思ったんですけどはい、ということで今回まあちょっと検証失敗なので、ちょっと申し訳ないので、何かしらちょっと後半に何かつけたいと思います。ということで、なんか後半どうぞまあさすがに動画時間2分なんとかで終わらせるわけにはね、さすがにいかないので、で、まあ追いかける系って言ったらなんだろうってなった時に、もう青鬼オンラインしか浮かばなかったので、ちょっと青鬼オンラインやっていきたいと思います。申し訳ないですなんか他のね、鬼シリーズやってもよかったんですけど、もう実は1本その本当に唯一やってない鬼シリーズがあったんですけど、さすがにそれをね、その中途半端にやってしまうのはいけないなと思って、ちゃんと1からパート1からねやった方がいいかなっていうので、いろいろ探したんですけど、まあやっぱりその僕のリスナーさんというかね、多分青鬼オンラインも見てくださってる方が多いから、まあ全く知らないなんかね、フリーゲームやるより青鬼オンラインかなということで、青鬼オンラインやっていきたいと思うんですけど、これまた選択画面、ちょっと待ってください。おそらくこれまた準備中だな。よし、それじゃあ行きましょう。なんか大丈夫かな、今プレイヤーいたよね、ちゃんと。一応フレンド部屋に入りました。多分大丈夫だと思うんですけど、ガスバスティング、センキューだ。
なんかでもプレイヤーがなんか少ない気はするな。大丈夫かな。いや大丈夫だと信じよう。大丈夫だ。いや絶対大丈夫でござる。でもこれ早めにこれガスマスクゲットしちゃったんだけど、毒霧が上か下どっちなんだろうな。ちょっと見てみようか。さあ普通の鬼だったらごめんなさい、多分ボット部屋だけど違うと思う。普通の青鬼じゃないと思う。あれ青鬼くんはどこにいるのかな。一瞬カンカン鳴った気がするんですけど、あれいないかな。多分どちょっとこれ今青鬼来たらやばい。ちょっと待って、いった勇気の撤退、勇気の撤退と行こうではないか。仕方ない、これは戦略的撤退といったものです。そうです、あの逃げるわけではございません。皆さん安心してください、大丈夫です。行きます。はい、ここで宝箱を開いてローラーしっかりと、もう行きましょう。はい、堂々と行きましょう。そうトランクさん弱くなった、強くなったとたいきなり、あー普通の青鬼です、ごめんなさい。やっぱりそうだよね。あ違った、あよかった。普通、あってことはまだプレイヤーいるんだ。なんかね、僕そのフレンド部屋入ったんですけど一番ずっと左上だったんですよでそのまま始まったから、もしかしたらボット部屋かなと思ったんですけど、そのボット部屋、あごめんなさい、めっちゃ裏返ったボット部屋って普通の青鬼になっちゃうんですよね。でちゃんとプレイヤーってかオンラインだと、まあレア鬼が来るので、レア鬼っていうかイベントのね、まあだからおそらく大丈夫そうかな。そう、そしてここでゴングスキンとかゲットできたりしませんね。まあまあいいでしょうさてここでもちろん青逃げして、裏ステージやって宝箱を取りたいなと思っており所存でございます。さてここでもう毒切り来た。でもまだもうじゃないね、まだここで毒切り、あー待ってってことはこれバッテリーやばい、これ1階か、あれこれ2階じゃない最終地点、おそらくこれ2階だな。行こう、2階行こう。いざ2階へ参らんですね。しまった、こういうということはこれガスマスクを消費してしっ、皆さんは何も見ていない。よろしいですね。いいですか？ありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと音量がもしかしたらでかかったかもしれない。さあ、行きましょう。これは多分ですね、マスターとかもいるから、ボット部屋ではないのは確定と。よかった。いやー、まさか。まさかでもないけど、ちょっと油断しましたね。ちょっと、なんだろう、ローラースケートあるから大丈夫かなって思って行ってたんですけど、想像以上にちょっと大回りしてしまったっていうのが範囲かな。じゃあ行きましょう。あーここか、オッケー、一応得意ステージではある。多分僕の一番青逃げ率が高いのがここじゃないかなと思うんですけど、ロラスカイトセキュータ、オッケー、お取らないというのかね、ありがとうございます。いやでもガスマスクが欲しかったけど、とりあえずここの必勝法じゃないけど、まあ勝率が高いやり方でいきましょうか。とりあえずまずぐるっと一周回って、危なかった危なかった。あでもあそこから青鬼が出現したってことはおそらく、あ違う、ここじゃない。最初に僕があのリス、あスポーンっていうのかなこっちがおそらく最終地点ですね。残り90人であんなに毒霧が回ってるってことは、あそこがおそらく最初の毒霧地点でしょ。で大体毒霧の反対、要は対角線、ガスマスって、あ対角線上が毒霧の最終地点なので、ここが最終地点になるはず。さあ、そして、ここちょっと怖いですよ。いや、でもまだ、さすがに大丈夫か。大丈夫。ここで、ロッカーにまだ近づかなくて大丈夫だとは思う。さあ、今多分警告音鳴ったとしても逃げ切れるとは思うので。よし、青玉1個。しかしこれは届かないか、くっ、取られる、くそ。足かせで遅くなってしまっていたせいで遅くなっ、あの宝箱を取られてしまうという大失態を犯してしまったトライアングルさん、しかしまだ諦めるトライアングルさんではないと。そう、ここで宝箱を取り、コングスキンをゲットして最高の状態で終わると。はい、素晴らしいですね。そしたら別、絶対この動画あのお蔵入りじゃなくて、多分コングスキンゲットっていう動画に切り替わりますがまあここでちょっととりあえず待ちましょう。おそらくここが最終地点なので、多分ゆっくりしてていいとは思う。やっぱりね、そのなんだろう、そのあ毒霧どこだろう、毒霧最終地点どこだろうって言って探してると、どうしてもやっぱり事故が起こりやすいんですよ。だから初めから毒霧が来るところにもうずっといるっていうのが、やっぱり勝率をまず上げるっていうかね。その毒霧がやっぱりその来る最終地点にいれば、必然的にこうやって生存19人とかね、多分10代にはずっと入れるとは思うので、だから
よっぽどな事故が起きない限り。だからそういう地点では安定して、なんだろうな、ランク上げるためにも必要な、こ、ちょっと待って、今これ大丈夫、雲にバレてない、雲にバレてへん、バレてへん、大丈夫。どうするこれ、雲に来るか、いや来ない、待って、雲にの対角線上にとりあえず乗らないようにだけして、これはもうガスマスク消費覚悟でいきます。危ねえ、ふぅ、ローラースケート、センキュー。来てる、どっち来てる、来てる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 、危ねえ、まずい、これ狙われたかも。オッケーオッケーオッケー、よし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 、これでガスマスクちゃんと消費使っいけるか、どうする、どうなる。いやー、あのコングスキンの人が今多分、でもあのヒカキンさんが狙われてるはずだから、いや、ここにいた方がいい、来るよね来るよね、そうだよ、どうする、どっち狙ってる、どっち狙ってる、よし来た、最後に最後に、オッケー、よし、あとは逃げるだけ。こうすればおそらく勝ちかなっていう、おそらく大丈夫、逃げてればいけるはず。よーし、なんとか裏ステージ挑戦できそう、大丈夫だよね、オッケー。ふう、やっぱこのステージは好きだわ。青逃げです、生存成功、最後の一人だ。じゃあ行きましょう、裏ステージ、よし行くぞ。はい、挑戦する。さあ早速行きましょう。これで宝箱取れれば嬉しいな。さあ最初はとりあえず、カメハメハが来ないかどうかちょっとチェックですね。カメハメハチェックといったところ、どうだ、カメハメハは来るね、これ来るわ。一旦待って、その手の動きでカメハメハが来るかどうか分かるようになった。2回目は、2回目は違うじゃん、ちょっと待って、2回目は違う部屋、2回目は違う部屋、大丈夫、これは大丈夫、よし、あんね。で、これはおそらくこっちだ、ここでしょ、あっ、おー、危なかったね、ふぐたくん、危なかった、よかったよ、ありがとう、ふぐたくん、よし、オッケー、で、どうする、こうだ、よし、よし、来た、で、ここか、よし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 、いいですよ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 、お兄さん、ちょっと早く行き過ぎましたね、ちょっとトライアングルさん。はい、ということで、まあ、今回ちょっとほとんどメインが青鬼オンラインになってしまったんですけど、まあ、悪魔鬼でね、を最後のエンディングの場所に連れて行こうとすると、まあ、残念ながら消えてしまうと、確定で。ちょっと、あれもしかしたら成功するかなと思ったんですけど、まあ、残念でしたね。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。